寿司は食べませんよ。お寿司食べたいけどね。お寿司食べたいけどね。バトフェスよ。あ、バトフェスも私2つで撮ってたっけ。バトフェスさっきか。そうですね、天気はすごく悪い感じだね。平日そうだね。今日メール今から書いて送るけど、どの写真使おう。私は今日はまだね、一歩も外に出てないからね、その外の感じまだわからない。そもそも今日はゆっくり起きたからゆっくり、本当にゆっくり起きたから、昨日疲れちゃった。本当にもう昨日大変だったからね、久々のハードさだったから、今日はもう時間を気にせずにゆっくりと私は起きました。いや、さすがに夕方には起きてないんだけど、やばいやばい、そうでない方がいいのかな。もう一回7時に起きたんだけどね。車のせい、そうなの。じゃスカートやめておいた方がいいね。いやもうね、私はもうね、何にせよ自分で作るにせよ、外で食べるにせよ、外に出ないと食べ物がないんだよ今スーパーにも行ってないから、冷蔵庫の中にね、あのご飯がない。そう、どっちみそ出ないといけない。ラーメンはここ何ヶ月と食べてないよ。ラーメン私あんま食べないな。好き、大好きなんだけど、なんかハードル高い私にとっては。あ、ピザで出前取ったことないから緊張しちゃう。いや大丈夫、それはなんか頼んで家来るみたいなやつは大丈夫だ。ラーメン年に本当に半年か、半年に1、2回食べるかな、どうかなっていう感じかな。ラーメンはピザね。ピザドキドキしちゃうよ。でも大好きだよ。あの劇場公演、誰かの卒業公演があって、そのままそのあの劇場のところでみんなでお祝いというか打ち上げみたいな時する時は、そういうドミノピザ、あと何あったっけ、ドミノピザなんだっけ、あとなんかあったよね、もう2つぐらい、そういうので食べるけど、自分で頼んだことないからどうやって頼むんだ。でもちょっとそういう頑張るのはちょっと今日はやめとくあー、ピザハットだ、ピザハット、ピザ、ああいっぱいあったね、思い出した。ウーバーイーツはちょっとね、ドキドキしちゃうね。できたあれでしょ、登録とかさしないといけないでしょ、ちょっとめんどくさいな。だから今日まだねご飯食べてないの。まあ食べてないんだよ今日。お水飲んだ、お水寝てるとね、体を寝かせているとね、お腹空かないじゃない。まあ食べてないんだよ今
ビニお弁当はしばらく食べてないね。食べる食べる、だから今からだから盛大に食べようとしているわけさ。楽しみ、今から食べるものが。パスタも、パスタはあるんだけど具がない、具がないのさ。もうすごいよ、その四角の黒いなんか箱を持った人が。マクドナルドとかはをね、お仕事終わりに行ってそれをポテトを持ち帰るみたいなことはよくするんだけど、もうね絶対いるもん、ウーバーイーツの社員の人。 なんていうの、ああいうのはウーバーイーツのなんていう人たちなんだろう、あの運ぶ方々、うん、いっぱいいるで、本当にいっぱいいてさ、いつも10番前後しますって言って抜かされるの私ポテトだけなんだけどなーと思って。ライダーって言うんだ。へえ、そういう配達員だよね、配達員。ね、すごいよ、本当にたくさん。一日絶対ね、外歩いたら絶対なんか3回は絶対すれ違うね、追い抜かされるか。スターバックスは私行かないから分かんないな。でもそうだね、でもさ、スターバックスまでもさ、そうやってお家に届けてくださいってやるの？だってあそこそんな大きい食べ物売ってないよね。飲み物でしょ、こういうね。自分で行ったらいいのにスターバックスってたくさんいろんなところにあるイメージだから、お飲み物自分で自分でね、買いに行ったらいいのにね。すごいなぁ、双葉女子憧れる。いやぁ、私そんなかなぁ、まあね、好きな飲み物があんまりないんだよね。私が好きな飲み物はそうだね、そうだね、普通の紅茶とかとかね。こんな飲み物あんまりこだわりないな。コーラコーラってあるの？ないでしょ。そう、炭酸とかが好き。ココア、あ、別にそんな特別なことをしてない、普通のココアとか。そう、コーヒーあんまね、コーヒー飲みたいってもならないから、まだ今の感じ。私はもう少し大人になったらコーヒーってなるかもしれないけど。いいね、メロンソーダ、メロンソーダ好き。コーラいいね。でもそんな普段はお水で全然大丈夫だから。いいね、ね、ストロングはダメよ、ストロング。ああ、あれかな、お酒？ストロング売ってないでしょここにやってないでしょ。あれはすごい強い、強いよ、強いんでしょ。ストロングとストロングゼロって何が違うの？こんな話が膨らむ気配もしないんだけど。
あーもう言葉のそのままの意味、強いってこと。そのまんま強い。あーでもどういうこと、ストロークゼロになったら強いって言ってるけどそんな強くないってこと。意味わかん、どういうこと。糖質ゼロ、矛盾してない、ストロングゼロって。面白いね。強いわけない。なるほどね。私はでもそういうの飲まないかな、そういう系は。マックでポテトを食べるんだったら私はコーラを飲みたいっていう、そういうこだわりぐらいしかないな。あーレモンティーいいね。午後の紅茶シリーズ大好きだよ。ビール飲まない、飲んだことない。でもさ、ビールが好きっていう人はさ喉越しが好きっていうじゃん。だから喉越しってことはさ、ういってことでしょ、ごっくんってことでしょ。それはね、多分私はきっとそういうのはコーラを一気飲みすればそういうのは味わえるはずだから大丈夫。大丈夫。ルイボスティーはそんなかな。そんなにかな。健康にいいってよく言われてるような気がするんだけど、やっぱね、なんすっぺーって感じ。すっぺーなんか穏やかな気持ちで飲めない。ルイボスティー飲んだことある？みんなルイボスティーってよく分かってないんだけど、ルイボスティーについて。もうダージリンとかカモミールとか、あとなんか、あ、ほうじ茶玄米茶、あの辺はさ何の感情も持たないでさ、なんか、あ、美味しいなーって穏やかな気持ちで飲めるじゃん。ルイボスティーはなんかね、いろいろなんか心の中で実況が、あれなんか思ったより酸っぱいなーとか、うーんって、なんかあとで二口飲んだらいいかなみたいな、そういうそういう感情が出てきちゃってダメだな。嫌いじゃない、嫌いじゃない。でもこの世で一番好きなそういう系の飲み物はマスカットの紅茶。私ね、すごくね、ケーキ屋さんのね、ハーブスっていうケーキ屋さんがすっごく大好きなんだけど、そこのお店にあるね、ジャスミン、あ、間違った、あのマスカットのね、紅茶が本当に美味しいの。大好き、ハーブス。初めて東京に来て、あのハーブスっていうケーキ屋さんを見た時、本当に心がときめいた。まずああやってショーケースでさ、ケーキを可愛く美味しそうに見せてるところ、もうあそこでやられちゃった。本当に大好き。でもいっつも混んでてね、食べたいと思った時にね、スムーズに入れないのがあれだね。今度買ってみるねって。すごい気を使った感じに言ってくれてる。そう、みんなのコメントって面白いよね、本当に。今は755はやめちゃったんだけどさ、他の SNS とかでもさ、絶対多分興味ないんだろうけど、でもきっとなんか優しさで何かコメントしなくちゃって思ってくれてるみたいで、今度見てみるねとか買ってみるねって、その後本当に買ってハマったっていう
そういうそういう風になったことあんまりないんだけど、そういう経験はあんまりないんだけど、なんかみんなすごく、あ、優しいなって思ってるよ。はあ、わかるよ、そんなのわかる。コメントの感じでね、来て優しさで言ってくれてるんだろうなってわかるときはいつもあるよ。うん、だって絶対そういうのになんか興味なさそうな感じのやつなんだもん。でね、気になって、あ、ほんすごい優しいなって、私ので本当に学んでも、ケーキの話題じゃなくても他のやつでもなんかどうなったのかなってね、その人の、あの写真プロフィールっていうのか、その人のツイートプロフィール、アカウント、アカウントに行ってその人のツイートを見てみたりするんだけど、もうね全然全然、うん、ね、ファンの人もね、そう、面白いよ。あと私はよく、ね、みんながいいねしてるものとかもたまに見たりするよ。いいね。だからちょっとね、その人その人の好みとか、そういう趣向が。え、ほんと時、どんな、いつも、いつもそういうことをしてるわけじゃないんだけど、次見に行く、見に行く。で、なんかほんとそういうので分かる、なんかいろいろあーって嬉しいなって、すごい私がなんか言ったこと、あ、いいねしてくれてるんだって思ったり、あ、この人はこういう感じの女の子が好きなんだと思ったり、なんかちょっと今はあの19時台だからあんま言えないけど、19時台じゃなくてもあんま私の口から言えないけど、あって、あー、あらららららっていうあらららららっていう感じのやつが好きなんだってちょっと、あーって思ったりする時もあるよ。だってみんなだってさ、見られるっていう前提で言ってるんじゃないの？そう、びっくり、あーって、なんか覗いちゃいけないものを見ちゃったっていうバージョンも時々ある。そんな全然ない。私は全部そうだよ、全部見られてると思ってやってるよ私は。そうだよ、だからインターネットみんなやるときも全てを、全てが見られてるんだって思ってやった方がいいよ。いろんな意味でいろんな意味で。私がね、あ、みんな別に今ドキドキしなくて全然大丈夫なんだけど、なんか言っていいのかな、ちょっとあっと思ったのは、え、やっぱ言わない方がいいかな言わない方がいいかな、ちょっとわーってなった、引いたとかじゃなくてちょっとシュンってなったのは違うな、全然引いてない、引いてないんだけど、ちょっとうんってなったのは、いいねのところになんかやっぱ言うのやめとくわ、やめとくわやめとこ。いや別に見るのはすごくいいと思うの、いいと思うのね、すごくいいと思うんだけど、ちょっとなんか、グラ
ラビアの写真とかがいいねされてるの見た大丈夫わーってなった。あ、やっぱりそういうの好きだよね、やっぱそうだよねって、そうだよねってなった。やっぱ好きだよねって思った。だからみんなそんな全然気にしなくて大丈夫なんだけど、まあね、みんな普通のことかもしれないんだけど、でも全然私はそれを見た時ちょっとなんか見るよねって、普通みんなは見るよねって。でもそれだけだよ。全然気にしなくて大丈夫。気づいたの、それが普通だということに。大好物、そうだよね、みんな好きだよね。そうよね、好きだよね。なんかメンバーとかそういう他のみんながやってるようなグラビアだったら別にいい、すごく私もいいなと思って写真保存する時もあるんだけど、なんか私の知らない人のなとかだったらなんかびっくりした。健全そういうのになんかちょっと体勢が私がなかったから、ただびっくりしたというだけのただの話なんだけど、あ、そうそう、メンバーじゃない子のグラビアだった時がちょっとわーってなった。掘る、あ、ね、それさ、なんか掘るっていうの、掘るっていうんだ。ん、なんかそのファンの人のツイッターとかを見ることを掘るって言うんだって。掘るって言うんだってって、私が知らないの私だけか。違う。違う、下手でじゃないんだよ、違うんで、あ、そのインスタのねコメント欄は今あのコメントがつかないような感じにしてるんです。違うんだよ、下手でとかじゃなくて、違くて、あのね、前ちょっと前とかにすごくあのね着圧なんだっけな、あのさスパッツみたいな、これ履くと痩せるよみたいな、ステマステマみたいな感じのやつがすごいつくなんかそうやって、やだーってファンの人のコメントだけ見たいのに。でなんか自分の設定のところにもなんかそのワードを入れればそのコメントはコメント欄に反映されないみたいなのもあったんだけど、もうねあっちもすごい考えてて、それでブロックされないようにと思って、その文字のところになんかね変わった文字をつけて、変わった記号をなんか高度な技使ってきたの。そうだから私がその言葉を入力してこれはダメですってやっても、そうすっごく細工してくるの。もうこれ勝てないなと思って、そう、もう諦めちゃった、もういいやと思って。うん、私他にもコメントできるやつあるからいいやと思ってね諦めちゃった。すんごい考えてくるんだから。その時は確かあのね席プラスっていう感じのやつだったんだけど、それは別にね全然本当にそういういい商品なんだと思うけど、それを頑張って売るぞっていう思ってるその周りのなんか誰かに頼まれたかどうだか分かんないんだけど、その周りのねあの頑張ってる人たちがその文字にいろいろ考えて、なんか文字の上に波線みたいな変な記号をつけて、私にはそれができないような感じで、そうもう無理だと思って諦めてしまいました私は。
こと知ってるの？教えてあげようかって言ってくれてる。そう、だからそれでね、めんどくさくなっちゃってね、もういいやってなってコメントしばらくいっかと思って、他のところでコメントを見ることにした。まあみんなね、いろいろコメントじゃなくてアカウント持ってたり、100人、あれ今って100人いるっけそれさえも分かってないね、何十人って言うからね、それ大人の人も管理しきれないよなと思って。あ、もうそろそろ行かなきゃ。私はちょっとご飯をゲットしに行ってきます。そう、まあこれももういいんだけどね、ちょっと写真を整理して、まあそんな感じで次のお家で撮った生写真お楽しみにしててくださいな。あー今来た、今私はお別れしようとしてるところだった。まあ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 、じゃあまた。はあ、じゃあね、切ります。ご飯ゲットしに行ってきます。じゃあね。